でも面白いことは言っていいんだよ。面白いことは言って、あ、たださこの EX の、うん、あの今日なんだもうテストじゃないよね。ちょっとあのなんだポケ談義していいんだよ皆さん。ポケ談義。来週のパスですか。広告のマックスバリューで、うん、上がってます。月曜日。なんで月曜日ばっかりなんだって。やっぱ日曜とか土曜だと他のお客さんもいるから邪魔になるっていうのあるのかな。でも月曜はないよね。でも月曜はやめてほしい。休みだけでバッタバタしに。しかもテストじゃないという。うん、もう。私来週のも来たんですよ。あ、すごい、当たりまくりじゃないですか。何回目ですか。じゃあ今日が5回目で次が6回目。マジっすか。来週はどこ当たったんですか。ソフトバンクの広面。あ、それってじゃあなんだ次が6回目、何やった記憶があります。バンギラス。あ、バンギラス、バンギラスの記憶しかないと。うん、で、ここやったのがカリモン出すもの。二玉ですか。あ、マジで二玉だったら一人で全然できるし。金曜日、木曜日か。で、広もてもう木曜日出すもんな。木曜か金曜日。木曜日だ。誰かと一緒にやらないと。そういう日だ、人姉さんと俺入れて3人当たってる。あ、その3人も当たってるってことですか。うん、それは3人で入ったんですか。うん、いや個人個人で7、8人。あ、7、8人。ああ、うん、なんか小さいレードを一つやって当たってるっていう人いるもんですか。私カメールとストライクしかやってないね。え、ここカメールとストライクしかやってないの。その時一人でやったの。カメールとストライクだった。へえ。じゃあ一人でもよ。いや、なんか秋田で一番当たってる人言うにはカメールとフェアコイルとオムスターが怪しいって言ってました。怪しいって。他のでも来るけども、うん、そっちの方が確率良かったりするよみたいなね。確かにカメール、レアコイル、あ、あれも結構集まるから、うん、その分抽選確率もなんか高そうです。ああ、そういうことね。5玉いっぱい集まるからそれやっても抽選確率で あぶれる可能性あるから、カメールとかレアコイルとかそういうのだと釣り竹とサティないっすもんね。あ、釣り竹、あ、そっか、釣り竹とサティ人集まるからね。自分一個しかないから。あ、帽子のほら5、6本あるっすね。うん、ならあそこほら順番にこう一個ずつこう出てるから、ね、うん、4K のこっち側はちょっと来てるジムはだいたい絞られてきたけども、抽選であぶれることが多くなってきたっていう感じですかね。多分そうだと思う。変わったんですね。地元のシアト8プラス、うん、マジか。俺の上がさあ、ここ金締めだからやんなくてもいいんだな。金締めだからやんなくていいね。みんな頑張ってって、飯食うからみんな頑張ってって。え、じゃあ今あの4体は確実にゲットしてるんですか。4体はある。お、素晴らしい。個体値はね、ちょっと個体値 100出したら英雄ですよ。ないない、ね、2278だっけ、ないない、ね、75だっけ。無理。さあ頑張りましょう。俺今日お兄様もあるんですよね。俺も6時、うん、6時から。せめて80以上出したら、この前78の可愛いやつだったから。どれ見して。あれですよ、捕まえてもらった代打でやってもらったやつ。どれ、え、代打でやってもらったのがこれです。だってポケモン、己のポケモン道って何ですか。楽しいですか。楽しいじゃん。楽しいですよね。間違いなく楽しいですよね。並大な田舎者来てもこれみんないるじゃん。人いっぱい。そう、そこなんですよね。どこですか。え、
あ、上野行けなかった。朝、なんだっけ、朝南。朝南の巣行きたかった。ただね、やっぱね、あっちの方疲れる、歩くから。いろいろさ、都会とこっちとはいろいろ違うね。いや、当然のことなんだけど、パッと見て、おー、いいのいるじゃんって、そんなすぐ行けないんですよね。そう、朝南も木森も出てんのよ。だから上野公園行きてえなーと思ったんだけど、さすがに行けなかった。あのポケモンで行ってないから。俺もちゃっかりレールやってるし。ああ、上野公園とか閉鎖されるんですか。そういう情報もないから行くに行けなかった。で、アチャモの巣もあったし、あのなんだっけ、あっちのアチャモの巣はあの港の方、多分、うん、そっちの方にアチャモすげえ湧いてるの見えて、あーと思ったけど。五所川ありますって。がそう。五所川だけ2匹しか湧かない。あ、もう一つ後ろの方に映りましたよね、アーチャーモノスね。でもやっぱ、あ、そう、水五郎の巣もあったんすよ。素晴らしい。水五郎も行きたいよね。ちょっと、え、行きましょう。行こうか、ちょっと、あ、3回目。じゃあそろそろ100出ますね。いや、3回目100出るでしょ。でも、秋田で一番アタックラの某方、全部可愛い答えちって言ってましたよ。あ、10回くらい。ただ、本当だよね。こんだけ結構田舎で撮ってる人たちいて、この仲間たちもいて、そのミュウツーの100、見れてないっすよね。あ、だけど、あ、誰が、え、そうなんですか。初回の方、4回目か5回目ぐらいで100だった。100出たとって。それゲットしてるんですか。ゲットしてるはず。え、全然知らない人、本当にすげえ。その人使えないよね、きっとね。飾ってるよね。神棚に飾ってるせいな。俺も飾りたいな。あの8分ですね。はい、8分どうやって撮ろう。これさ、いつもボツなるんだよね。動画消しちゃったりなどりで。どうしよう、これ21人だったら。これでもこう集まってる以上あれですね、速攻入んないと。そう、外に行けば来るかな、何人か。速攻入んないとやばいっすよね。漏れた場合の話ですよね。先週公演、あれまだ開いてねえんだ。後ろから撮る、後ろからの方が撮りやすいから。そうそう、そうやってるのを。サクサク。いいっすよ、カットしますから。何ですかって言いつつ、こう攻撃している。もうここ見上げられなくなって赤にならないからって。もうここ禁じ無なんで。もうそろそろかな。すぐ入んないとやばいっすよ。始まり始まり、うん、久々だから嬉しいっすか。久々です。生まれた。さあ、何、結構いそうですよね。あぶれる人いたらどうしましょうね。エイトパスオン。14人入ってますね。14人しかいないってことだよね。始まります。始まります。お願いします。よろしくお願いします。姉さん、ちなみにスクショムービーも撮ってます。あ、いいね。あ、じゃあそれもらえれば。それもらえればっていうか、あんま、あ、今日俺自体もあるから。そうなんだよね。やっぱミュウツーか。何他の出たら、他の大人出たら出たで面白いなと思って。何も対策してないから男にされそう。レックウザでもいいよ。レックウザでもいいよね。
そうっすよね。もう半分くらいです。破壊光線だ。破壊光線。じゃあ個体値100あり得るんじゃね。グラードンさ、予想以上にさ汎用性高そうなポケモンだよね。マジっすか。うん、あのなんだあのゴローニャとかに変わるんじゃないか。ゴローニャとかサイドンとかに変わるし、しかもあのなんだ受けても等倍とかなるポケモンが多いらしくて、等倍ぐらいまでしかいかないって、あの削られにくいポケモンらしいよ。マジか。うん、可愛くない。可愛くない。あ、それね。え、ゴローニャよりは可愛いでしょ。ゴローニャの方可愛いでしょ。ピヨピヨで攻撃するんですよ。攻撃するんですよ。だんだん丸まって。ピヨピヨ。また。ありがとうございます。あ、なんかうなだれた一人だった。もうこれって何本が基準なの。2275が100です。あ、全然だ。21台だったら最低まであるんです。見ちゃったもん。あの最後のあれ見ちゃ早くに分かってしまった。何本ですか。2202。2202。2202。16。え、2216。あ、来たか来たか。何本ですか。43です。あ、43高いじゃないですか。43だったらまあまあ高いじゃないですか。でも8個しかないから頑張ってております。頑張ってください。はい、頑張ってください。あとな、取らないこと。あの、エクセレント、ほら、うまい、ほら、うまい。まあ、エクセレント取れねえな。まさかのまた1球。いやー、そんな甘くはない。まあまあまあ、私早く仕事に戻らないといけないから、できればとっとと早く捕まえて。俺も一発ゲット。エクセレントで。よー、ありがとうございます。ダメだ、こうやって話しながらやってると一発ゲット、一発ゲット。あと風邪ひ、あれも戻らないと。一発ゲット。2243だったら89とか、そのぐらいかな。89とか88とかそのぐらいですかね。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、やばい、車でやる。はい、頑張ってください。お疲れ様でした。すいません。お疲れ様です。お疲れ様です。エクセレント。今あれだよ、ラルトスの100、あの98で出るよ。ああ、間に合いそう。間に合わない。あと8分っすね。ああ、無理か。エクセレント。おきゃー。やっぱエクセレント、やっぱすごいね。やっぱエクセレントだね。これで何体目。3体目。えい、とつよー、とつよー、2216とつよー。俺5体いいなー。でも5体目取ったのはるか昔。それ全然来てないですね。全く来てないです。最近来てない。全然。俺も基準今回 5回目だったけど、1ヶ月半ぶりだね、来たの。なんでその大きいのが、ど真ん中。おです。おです。
です。当たってたのね。当たったんだ。なんか来週当たった。え？来週。いや全然当たんないですよ。全くもって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 。そんな何かってこと。強いわ。もうグラドン何回やりました？何回か3回しか。今日やってないっすよ。うん。ここ答えて取ったんですか？取ってない、取ってない全然。23逃して20だったんですよ。あのブーストかかってて25で。なんとせばそんなこの2日間でそんな朝から晩までだしもんね、やれる時60万稼いでるんですよ、だってもうこれだけで60万稼いでるんですよ、おかげさまで。バトルレジェンド金だ。やべえ。おかしいっす、いかれてるっすよ。ちょっと見せてください、それいかれてるっすよ。ちょっとひどいな、これな、千何本1029 10万これだけで1000万だっすね。1000万、1000万ですよね。ひどいな。他なんかひどいわ。すげえ。これあのバトルレジェンドの他にあの普通のレジェンドは普通。いやでも500はちょっとひどいっすよ。やいつ本当なんじゃこりゃ。ちょっと待って、これ何個あるんですか。金39。あっ3。ええひでえな。原島マックとかだったそうです。まあレールやってれば1000もらえるっていうそういうような特徴もあるっすもんね。アニーダソフトバンクとか。いや39個あるんすか金ジムで。にもかかわらず EX レールのパスはあんま届かないと、ね、こんだけやってる人が。え今回で何回目ですか。6回目。こんだけやってて6回目しか6回しか来ないんだもんな。どういう抽選なんだろう。もっと来てるよ東馬崎さん。あああれからビダッとね、あそこの五条目イオンね、あそこ聖地だったのにね、畳ビッグのね、聖地だったのに。聞いた話だと、やべえなこれ。マジコじゃないですか。でこれで例えばですけど、うん、お何がにドラゴン使い埋まってないじゃないですか。ビニール取るよ。ああそういうことっすね。車も絶対いますよね。車いっぱいいますよ。マンションでしょ。20人超えますでしょうね、一気に入んないと。ここだけでぐるっと滑るかな。例えばこれでいけば、脱げる。私脱げる。20人のから脱げる、ね、脱げました。脱げるって。それでも18人になる。入った。あ、ダメだ、18人の終わんないと。これ終わんないとあれだ。16人だった。遠すぎますなった。16人。あ、みんな脱げてんだ今。グループ組む。あ、グループ組むか。グループ組みますか。ここにいる中だけでも。ニャースニャースバタフリ。ニャース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 バタフリーで。ニャースニャースバタフリーで何人になるかですね。もう始まんのかい。全部が後手に回ってる俺。プレミアム。当たってればそうなるってこと？うん、新しい仕様。あ、これ当たってる仕様。当たってる仕様じゃねこれ。俺のもなる。いや、意外とすぐですね。長めに。え、これ何？ピカってなるのは当たってる仕様それとも当てられた仕様？有数の仕様。わかんない。後でスロー再生してみる。
バングではないんだね。新しい仕様になったんだね。これから自己再生しますよ。ね、いける？あ、でももうちょっとだ。おりよし。あ、わたやった。あざーす。ありがとうございます。ありがたい。見ない。見ない。見ない。さあ、見ない。みんななんぼか、ちょっと待って、みんなでなんぼか、みんななんぼでしょう、なんぼ2-2、まあ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 普通、まあまあ普通、まあまあ普通、どかば、あらかわいい、あらかわいい、かわいい、ミュウツーだ。でも4なの普通ですよね。89度か88度かですよね。何でした？俺がこうやってやると多分ちょっと待って、一緒に俺がこうやってちょっと待ってね、ちょっと待ってください、一緒に行きますか、せーので、さあ、いいの出れよ、いいの出れよ、2275、一番低いの2202、あ、いいよ、俺かわいい、今までで一番低いかわいいかわいい、2ヶ月ぶりがこれか。かわいい。まあ、取れてからの話ですよね。まあ、取れてからの話だね。もうどこで取れました？取れた、取れた。え、マジで？2体目？まだ2体目。あ、2体目なんだ。まあ、届かねえし、一発目。あれ？あ。何？もう。じゃあもうパーティー組めるじゃん。パーティー組める、パーティー組めるじゃん、ミュウツーパーティー。一投目の、あ、ちょっと待って、これで一級入魂やってみる。俺はその勇気ある。俺はその勇気出た。そうだよね、やっちゃいけないよね。やっちゃいけない。一ヶ月半やっちゃいけないよね。あ、多分落としちゃった。俺もさっき脅したんですよ。たまおじるようになってんだよな、最近。あ、届かねえし。全然ちょっと。答え値なんぼでした？2-2-1なんだよ。わ、かわいいね。かわいい。かわいい。かわいいやつですね。やべ。ちょっと俺まだ1回も当たってないんだけど、2球。いや。あ、いかね。ちょっと待って、俺。まずい、あと7球しかねえ。初。初めて逃すの。え、マジで。89、え、マジで、うん、ちょっと結構遠いよね、こいつね。久々にやったら遠い。プレイ。うらやましい。お。あざーす。あざーす。あざーす。ミュウツーマックミュウツーマックじゃねえ。ミュウツーマック、ミュウツーマックス、ミュウツー年力、ありがとうございました。ありがとうございました。取れました。え、な、なんぼでした？答え値。おー、まあまあいいですね。なんぼでした？答え値。あ、かわいいやつですね。かわいいやつですね。これでお、ちょっと見してください。お、無事6体になりました。三好、武道館、マクバ、ソフバ、サティ、マック。やべ、これで一番個体値高いのどれですか？これ。おー、ミュウツー、三好、これ最初の三好神社。かわいいの来た。ほら、いっぱいやってるよ。ここの人数でみんなで行けば、行けるんじゃない？